ママに叱られるよ。あと少しだけだってば。しません。だいたい学校の宿題は終わってるんでしょうね。ああ忘れてた。参ったな。おかえりなさい。子供たちは、もう寝たんじゃないかしら。こんな時間だもの。毎日残業ばかりじゃ子供たちと遊んでやる時間もないな。あと少し。ワイリーめ、覚悟しろよ。メガマン、わしの作ったロボットたちをすべて壊してしまったのだな。そしてこのわしを、どうした？エネルギー切れか？動けないのか？動けないなら逃げてしまうぞ。ダメだ、このゲームの世界で逃げたところでまたすぐにやっつけられてしまうんだ。ゲームの外に逃げてしまえばいいのだ。グッドアイディア。待て。ワイリーね。追ってこれるものなら来てみろ。ここはどこだ？おう。こんなところに用はないわ。あれ、つけっぱなしで寝ちゃったのか。狭い部屋なんだろう。夢を見てるのかな、僕は。メガマンだ、メガマンだ。ラッシュもいる。アカネにも見えるの？やっぱり。どうしたどうしたどうしたの？誰なんだ君は。メガマンよ。ゲームの中のヒーローだよ。え？ゲームの中のヒーローがどうして現実の世界に来たりしたの？ドクター・ワイリーがゲームの世界から逃げ出してしまったから追いかけてきたんです。え、ひょっとして僕がゲームの途中で寝ちゃったから。なにそのワイリーって。ゲームの中の悪いやつよ。そいつもゲームから飛び出したっていうのか。
君は？僕は小林優太、日本の小学5年生。私、妹の茜。優太くん、早くしないと大変なことになる。ドクター・ワイリーはロボットたちを使ってこの日本を征服しようとするに違いない。そんなことは僕がさせないけどね。ワイリーを探さなきゃ。探すってどこを？ドクター・ワイリーはロボットを作る材料を集めるためにこの日本で一番大きな都市に向かったに違いない。一番大きな都市？あ、それじゃ東京だ。僕が案内するよ。行こう。ゆうた待ちなさい。そうだ、お前はこれから学校があるんだろう。だってドクター・ワイリーをゲームの世界から出しちゃったのは僕の責任なんだよ。何よ、わけのわからないこと言ってるの。本当なの、お兄ちゃんが全部悪いんだから。とにかく学校が第一です。メガマンは日本に来たのは初めてなんだよ。東京まで案内してあげないと。パパが一緒に行きます。そうそう。僕は会社に行くんでしょ。あなたの会社は東京にあるじゃない。まあね。お願いします。こんな電車に毎日乗ってるんですか？日本はね、狭い土地にたくさんの人が住んでるんだ。おまけに大きな会社は都心部に集中してるんだ。だから通勤電車も混むというわけ。でもこれじゃ時間がかかりすぎます。失礼します。おい、君どう？メガマン、大丈夫かな？お兄ちゃんの方が心配よ。お前はもう急がないと遅刻よ。交通事情も最悪みたいだ。あれ？みんな助手席側に乗ってるよ。違うよ、日本は左側通行なんだ。それで右ハンドルの車が多いんだ。アメリカとは反対だね。美味しそうにハンバーガー食べてるな。人が多くてワイリーを見つけるなんてできっこないよな。皆さん、突如複数の怪ロボットが出現し、この遊園地が乗っ取られてしまいました。今もロボットたちは遊園地の乗り物で我が物顔に遊んでいます。彼らは一体どこから現れ、何をしようとしているのでしょうか？ドクターワイリーのロボットだ。ラッシュ、急げ。あの遊園地はどこにあるのさ？そうか、それがわかんない。あそこで聞いたら。おまわりさん。なんだい、迷子にでもなったのかい？遊園地の場所を教えてください。はあれだ。日本を征服しようというのか。こんなに早くメガマンがやってくるとは。いや、わざわざやっつけられに来てくれるとは嬉しいぞ。さあみんな集まるのだ。みんな一斉に逃げ出すと。逃げてるんじゃない、集まっているんだ。あれは。サムライマン、メガマンなど踏みつぶしてしまえ。パワーストーンで攻撃だ。パワー
私ならどうぞ。武器エネルギーが足りない。ラッシュ。逃げるかメガマン。早くゲームの世界からエネルギーを取ってこないと。逃げても無駄だ。必ずお前を倒してみせるぞ。よし、ここはよく勉強しとけよ。ユータ君、ゲームを。こら、ユータ、何をおしゃべりしてる。今は授業中だもん、無理だよ。学校から帰ったら。わかった、絶対だよ。日本ではサッカーと野球が人気のあるスポーツなんだね。来た。みんな避難して。メガマン、ドクターワイリーのロボットがこっちに攻めてきているんだ。武器がないのに。見つけたぞメガマン、覚悟しろ。日本には忍者というものがいるのを知らないな。わしゃ勉強したんだぞ。くらえ煙玉。このままで終わると思うなよ。しっかりメガマン。お腹空いてんじゃないのか。給食食べさせてみようぜ。これは給食といってね、日本の小学生はみんなで一緒に同じものを食べるんだよ。僕にはエネルギー缶を。そうか、メガマンの食事はライフエネルギーだっけ。早く家に帰ってゲームしないと。わあ、どうしたの。今日は塾のある日だ。あ、僕も。俺も。私はピアノのレッスンがあったわ。塾って？学校だけでは足りない勉強をするところさ。まだ勉強するのかい。うん、家に帰るのは9時ごろになるんだ。そんな夜まで。それは危ない。僕がガードしてあげるよ。しかしエネルギーが。大丈夫だよ、日本の子供の間ではこれが普通なんだ。悪いけど。いいよ、君たちの邪魔はできない。お兄ちゃん、そんなこと言ってる場合じゃないわよ。でもお勉強も大事だけど、またワイリーが暴れ出したら大変なことになるんだから。そうか、そうだよね。今日は塾は休むよ。先生たちにはよろしく言っといて。うん、よし行こう。エディ、出てきてくれ。お待たせお待たせ、ご用が終わり。あるから呼んだんだよ。ならば早速出しましょう。エネルギー管理、武器エネルギー、いろいろ揃えてありますが、何がお望み。言って言って言って。全部。おやもう全部とはびっくり。少しずつ使った方が効果的でしょうにね。おしゃべりはいいから早く。はいはい。それじゃあこれでね。ありがとう、ライフエネルギーも武器エネルギーも満タンだよ。さあドクターワイリーを探しに行かなきゃ。ワイリーはどこ行ったと思う。あちこち探してみる。日本は狭いから人っ飛びさ。狭いと言ってもいろいろあるんだよ。ラッシュ。わっ。はっはっはっ。ママ。もう。ありましたか。それはよかった。それで、
パパったら、もっとスピードを上げるよ。あれ、雪がいっぱい。東京は暖かだったのに。日本列島は縦に長いから季節に差があるんだよ。そうか。湖だね。日本は湖や川、山もいっぱいあるよ。日本には美しい景色もいっぱいあるんだね。春夏秋冬と季節ごとにその美しさも変わるんだよ。ここは京都といって古い町。お寺がいっぱいあるんだよ。着物を着た人がいる。何やろう。はい、今の時代に侍なんていないよ。ドクターワイリーは時代遅れのロボットを作ったんだよ。そっか、ワイリーらしいな。海で遊んでいる人たちがいっぱい。沖縄はもうすぐ夏だからね。うわぁ、日本にもいろいろあるのは分かったけど、ドクター・ワイリーがいそうな場所は見つからないな。ワイリーは何をしようとしてるんだろう。日本人が一番恐れる何かを使って新しいロボットを作り出そうとしているに違いないんだけど。一番恐ろしいものね。サムライマンを作ったのも脅かして人間を支配しようとしたからだよ。あれは桜島の噴火だ。噴火？日本は火山がいっぱいあるからね。火山が噴火したら一番怖い災害になる。それだ。もしこの火山パワーを利用したロボットをワイリーが生み出しているとしたら、大変なことになるよ。日本で一番大きな火山は？それはやっぱり富士山だよ。富士山？こんなところに秘密基地を作っているとはメガマンも気づかないだろう。よし、できたぞ。これぞ火山エネルギーを使った天然パワーのロボット。この日本はロボットに支配される国第一号になるのだ。いでよマグママン。でも富士山は旧火山といって今は活動してないんだよ。ワイリーだったらエネルギーを取り出すくらいのことはやるさ。この音は、富士山の噴火口から突如無数の怪ロボットが出現しました。これは今朝東京に出現したロボットたちと何らかの関係があるのでしょうか。すでに麓の町はパニックに陥っております。皆さん落ち着いて、落ち着いて行動してください。お願いします。お兄ちゃんたち大丈夫かな。ありますから。うわぁ、落ちやったたた。
にとはぐれちゃったよ。メガマンはまだ戦ってるのよ。もう一度行けっていうの、あの暑いところに。頼りない犬ね。そうだ、ゲームの中の仲間たちが助けてくれるかもしれない。メガマンがピンチなの。誰かお兄ちゃんを助けて。メガマンがピンチだって？いつの間にかいなくなっておかしいとは思ってたんだ。こっちよ、こっちへ飛び出してきて。あ、熱い、もうダメだ。ユータ、これほどの炎は水じゃ消えない。スーパーメガバスターで吹き消すんだ。プロトマン、ピーカ、待て。オイラもいるよ。ピーカも。お兄ちゃん、なら、あの子に言うんだな。そうか、アカネちゃんが。マグママンはオイラたちに任せて、メガマンは早くドクターワイリーのところへ行け。うん、ありがとう。よし、ここだ。ソーレン、やっぱり隠し通路があった。マグママン、もうこれ以上好きにはさせないぞ。ドクターワイリー。何？また来たの？もう来なくていいのに。皆の者かかれ。お前の味方なんかいないんだ。最後の手段はいつでも残してあるのだ。なんだって？俺はロケットになっておってな。またどこかの火山で会うとしよう。さらばだメガマン。待て。ん？逃がしはしないぞ。お前はゲームの世界に戻るんだ。ふんだ、待ってなどいられるか。早く、ユータ君。ゲームスタート。せーの、てーっ、おばっ、おばっ、あー、こっちだ。戻れ、ワイリー。お兄ちゃん、やった。ユータ君のおかげだ。それとアカネちゃんの。おお、ユータとアカネが日本を救ったっていうのか。信じられないわね。本当なんだってば。嘘じゃないもんね。本当かい、メガマン。お箸を使うって難しいんですね。もう行っちゃうのかい。プロトマンたちが待っているし、またゲームの世界ではワイリーが悪さを始めたみたいだしね。もっと遊びたかったのにな。うん、でも日本を守れてよかった。この体験を決して忘れないよ。本当？小さいけどとっても美しくて一生懸命頑張っている国なんだね。まるでユータ君たちみたいに。もっともっと良くなるように頑張るよ。その調子でドクターワイリーを倒すのに協力してくれよ。うん、じゃあまたゲームの中で会おう。うわさよなら。
down and nowhere to go. Just can't find my way to the door. Then you came along to help me out to go. Give me the courage to open every door. Now I'm only nurse to believe in. Breathe in the air, bathe in the sun. Cherishing every little moment of my time. Back here.